丸山住太郎8月26日は日本の海軍軍人。日露戦争における第三戦隊参謀第一次世界大戦勃発時の中腹部官である。英典は正5位、軍参投降五級。最終階級は海軍大佐。山梨県出身。1892年11月海軍兵学校入校。 丸山ら海兵23期の入校試験は志願者574名を集め、合格者は主席の大谷幸四郎はじめ20名である。丸山の席次は5番であった。在校中に日清戦争が勃発し、兵衛学校も戦時体制が取られた。海兵21期は卒業が人が作り上げになり、実戦に参加したほか、一部教科は授業中止となっている。 これは教授用兵器の陳述等への返還、練習官、報章の戦役従事、教官、教員らが動員を受けたことが理由である。戦死した中野信用、島清史鹿は丸山らが入校した際の教官であった。1895年、今後を乗組として上官実習を受け、翌年卒業を迎えた。丸山は主席卒業者で、 本師の双眼鏡と時計を授与された。第三戦隊機関、笠木1896年1月、少尉任官。比営乗組、八重山水雷町心得などを経て、1902年に、仏国駐在を命じられる。同時に、海外駐在を命じられたのは、伊藤乙次郎、鴨の伊豆を、川原圭太郎、古川、三郎、筑戸次郎らである。丸山が向かった、 二国の中在部官は、竹内平太郎であった。竹内らと、日清開港委員として帰国後、第三戦隊参謀として、出羽重藤を補佐して、日本海海戦を戦った。その後の人事異動によって、新たに第四戦隊司令官となった、小倉病一郎を参謀として補佐し、9月に、軍令部参謀に転じている。戦後は、海軍大学高校守護期を卒業。 そうや副長などを経て、1913年1月、中仏武官となる。翌年には、第一次世界大戦が勃発しているが、日仏は友好関係にあり丸山は武官として止まった。在任中、山地和義を責任者とする航空視察団の受け入れや、万国公開会議などに関わっている。1915年12月、大佐へ進級し、 貴重を命じられた。全民の中仏部官は、日清開港を共にした松村純一。公認は、開閉23期の実績で、また開大の同期でもあった松村菊祐である。1916年7月、大正天皇の自重部官に就任したが、翌年7月12日に退命となり、8月に死去。46年の生涯であった。日は、その行を生かして、 旅順湖間接射撃を行い、また戦艦、初瀬、八島を失った連合艦隊の第一戦隊に加わり、戦隊機関として日本海海戦を戦った。1903年、日露戦争を目前にした日本は戦力増強を図り、阿国から装甲巡洋艦に艦の購入を図っていた。同年12月22日、竹内宛に購入については未決であるが、 領館の現状などを報告せよという趣旨の電報が届く。丸山と松村は竹内に対し領館を購入し、これに乗官して帰国すべきと進言した。竹内は視察後に報告を送り、日本は領館の購入を決定。竹内、丸山らに日清開港委員として帰国を命じた。カス開委員長であった鈴木勘太郎によれば、日清上院は、 英国人、異国人、日本人からなり、圧力があった。また日露はすでに海戦含みであり、航海中の松村と丸山は火薬庫にあって、非常の事態には艦を爆破させる予定であった。現実に、日清、春日は、露国海軍の追従を受けたが、英国海軍の援助を受け、ジェノバから日本への開港は成功裏に終わった。人員は都合カ国に及び、 横須賀への到着は1904年2月16日である。この2巻の安着に対する日本の歓迎ぶりは際立っており、開港館長らは特別列車で上京して明治天皇に拝越し、また叙勲を受けている。国民からの感謝状や土産品は山のようであったという。なお、日本はこの2巻のシンガポール執行をもって開戦を決意したのであり、同日に 第2回午前会議が開かれ、山下玄太郎が連合艦隊へ封艦命令をもたらしたのは2月5日、翌6日をもって連合艦隊命令第1号が形された。丸山の人柄について、松村純一は、平素に似合わずことにあたりて豪遊なるという言葉を残している。妻は富岡貞安の娘、自家。鶴雄三、富岡貞都は議定。 正五位群像塔高5級。二国からは、レジオンドヌール勲章が贈られた。前列左第三戦隊司令官、出和茂党、前列右第三戦隊参謀、山地和義、後列左、笠木艦長山谷他人当時の仏国は、航空先進国で海軍初飛行を行った金子洋蔵も、二国で操縦技術を習得した。この視察団は、 欧米各国を歴訪したが、当時の欧米各国は搭乗員に士官のみ採用していた。しかし、二国のみは、歌士官からも採用しており、施設団の帰国後日本海軍は、歌士官搭乗員の要請を開始する。直山寺は、日露戦争時の第三戦隊参謀として丸山と共に戦った人物である。海軍大佐丸山住太郎特殊女医の件、感染後。 35年6月18日右記者、海外出発につけ来る20日午前10時30分配越海軍、中佐、伊藤次郎以下7名、小倉第一艦隊司令官戦時日誌、小倉第一艦隊司令官戦時日誌、海軍時間海軍少将、鈴木艦太郎外9名外国勲章受領及び、廃用の件、改造修理1、34年5月31日、 横須賀鎮守府軍艦射撃成績表進達の件、ありがとうございます。